Yeah. Eh?何ね。ここはどうなんですか。先生。でその眉間にしわ寄せたような可愛い帽子は何ですか。この感じは何ですか、これは。バカ面やめてもらえますか。そろそろ説明をお願いします。なんすか。はい。いやー、なんすか。なんだろうね。いやー、決まるー。いや、決まるでなくて、決まるー、決まるはちょっと危ない表現だよね、それね。決まるーはい、はい、サウナは麻薬と一緒です。なるほどねそういうことですね、はいはいね。ということで先生、ね、今日 F プロまあほらもう今更なんですけどね一応ね言っときますよ。はいはい、十勝のお家には一家に一台サウナがあります。ないって。ないから。まあこれはだからね、別に古田の暮らし方ってわけでは何でもないんですけど、まあそのね、十勝の人の暮らし方っていうか、まあ帯広人の暮らし方っていうかね、北海道民の暮らし方っていうかね、それちょっと今日まあ。あえてなんですけどね。一応ほら僕もほら十勝観光大使非公認とかね一応ほら道外からねこっちに人を呼びたいっていうことをやってるんで、その活動の一環として北海道に来たらまあこういうサウナ小屋は普通にありますよということをちょっとまあお伝えしようかなと。なんか食い振ってますけど、なんですか。いやいや、なるほどですね。はい、普通あるでしょね。かわいいね。僕はあれなんですよ、はい、頭がね、はい、熱されるとすぐ頭痛くなるんですよ。あ、マジバナで本当に頭冷えてないとダメなタイプなんですよ。なるほどね。はい、はい、ちょっとうちのしょぼいですけどちょっと入ります。すごい腹立つような言い方する。こんな感じです。なるほどね。これならあれですから、大して広いもんね。これ初、僕は入るの初なんですけども、いやー、これ大体広さどのぐらいあるんですか。まああれですよ、確認申請がいらないサイズね。はい、10平米まではね。あ、なるほどね。いりませんので、坪数にするとまあ3坪ぐらいですか。ぐらいですか。はあ。こ段になってるんですね、こうやってね。こうやってね。大体僕いつもこんな感じですね。あ、古田席。古田席っていうか、本当はね、家族みんなで入るんかなと思ったんですよ。入れるなと思ったんですよ。話するそれ。小崎。入れるなと思った。入れるなと思ったんですよ。ね。で、ほらね。サウナに入るとね、ほら。俗に言うほら、僕そんな好きなじゃないんですけど、整うってね。なあ、よく言いますね。まあ皆さんね。あれ結局その自律神経がスッとこう、まあそうですね。うまくいくとかね。あと血圧高い人はこう熱されてキュッと冷やしてを繰り返すんで、血管がちょっと鍛えられる。っていう説もあるらしいですよ。その医学的なこと知らないですよ。なるほどね。だからその極端に血圧高い人はもちろんこうちょっと厳しいかもしれないですけど、ちょっと血圧高めだなぐらいの人は逆にこう無理しない程度にねサウナに入ってで外気浴してみたいなのを繰り返すとその血管が結局こうキュッキュッキュッキュするんで鍛えられるらしいんですよ。それを踏まえて。うちの奥様ですよね。で普段もそんなになんか汗が出ないとかって言うんで、結局その汗もね汗腺も、常に汗を出すってことをしないと汗も出にくい体になって、なかなかほらね健康だとは言い難いわけじゃないですか。まあまあそうですね。ね。そう思って、半分以上ね、もう嫁のためなんだよ。あ、これをね、まあ用意したというのは、そこで一緒に入ろうかなっていうぐらいのね。で子供たちも大きくなってきたら、ほらサウナの本場っていうか発祥の地のフィンランドでは、やっぱりね十勝と同じように一家に一台サウナがあるんで、そこでほら今日どんなことがあったみたいな会話をするそのコミュニケーションの場、日本でいうお風呂みたいなね、みたいなこう場所になってるっていう話なので、確かになと。僕もね小さい頃父親とね弟とも入ったりもしたなと思って。奥さんと子供とかとねわーって入って「ああだこうだ今日学校どうだった?」とかね「給食なんだった?」とかね大変もない話で僕はいいと思うんですけど、そんな話をしようかななんてって思ってたんですけど、奥さん興味がない。興味がない。じゃああれですか、一度も入ったことないんですか？まだないですよ。あ、一人でも奥さんですか？奥さんが一人でもちろん入るわけないじゃないですか。あら、そうなんですか。興味がないんですよ。あら、こんなにそうこんな素晴らしいものがあっても、奥さんのために作ったけれども、それはいらないと、いらないんだと。子供たちはどうなんですか？下の子まだちっちゃいんであれですけど、ただ上の子はねもう小学校に入って。たまに、ただそんなに暑いのに入れないんで、もう冷めてきた頃のその余熱の感じのところにちょっと入って、で外に出て、一応ねさっきの椅子と寝転べるやつがあるんで、それでこうやって横になって寝転んで、ふーとかつってやってます。そうなんですよ。ちょっと寂しい話になっちゃったね。そうだ、このね、高台もね、もう一人ですよ。そうですよね、これ。こうなっちゃう。もうしょうがないからね、こうやって。そういうことになっちゃいますね。こうやってね。ああ、こういうことになっちゃいますね。ああ、つってね。はい。やったりするわけですよ。はい。まあ入ってる時はもちろんね、まあ全裸な。フルモンまあまあそうですね。まあもちろんネイキッドスタイルでもちろん入ってますね。はい。ね。だってね。はいなるほどね。ね。ちょっとね寂しい話になってしまいましたがね。ちょっと中身的なことを聞いてもよろしいですか。はい。これは薪なんですね。もちろん薪ですよ。薪ストーブなんですね。電気とかね、ガスとか灯油だったらお金かかるじゃないですか。そうですね。薪でこう薪のいや薪も金かかるだろうって話だと思うんですけど、ほらね僕なんかまあなんか知らないですけど工務店じゃないですか。あ、まあね確かにそうですね。だからうちの工場で出た端材とかね、現場で出た切れっ端とかを炊いてます。なるほどね。どうせ捨てるんだったら。そうですよね。使おうしてもらうとか。これちなみに今こうパチパチ言ってますけども、これどのぐらいでこういい感じの時間的に。大体やっぱ1時間ぐらいですね。かかります。はい。ああなるほどね。なるほどね。はい。で大体こう通常の。そうすると大体80度、まあ70、80度ぐらいになる。入ってる時間っていうんですかね。どうもないですかね。15分、20分ぐらいじゃないですか。で出てまた入るんですか。やっぱり。はい。何回ぐらい繰り返します。何回ぐらいなんですかね。だいたい。ゆっくりはい。3時ぐらいに起きて。あ、朝のね。朝3時ぐらいに起きてでとりあえず火焚いて、でちょっとシャワー浴びたりとかコンタクト入れたりとか。もろもろして、で戻ってくると、まあ、40、50度ぐらいになってるんで、でまあ、とりあえずこういて、今日の予定をこう考えたりとか、今後どうしようかなみたいなのを、しかもその時ってまだ朝暗いんで、電気もつけないで暗い中、そのなんだろう、まき火の光だけで、なるほど、こうなんかもうごま行みたいな、うん、なるほどね、考えて、あとほらお風呂屋さんじゃないので、うん、結局ほらできないことができるっていうか、うん、携帯をね、あ、そっか、はい、そうですよね、携帯を持ち込めるで、当然ながら知らないと思うんですけど、まあ iPhone 使ってるんですけど、うん、iPhone も iPad もそうなんですけど、熱くなるとここにこうなんか温度計のマーク出て高温注意って出るんですよ。なんか車に入れっぱにしてたら出ますよね。出るんですか、やっぱり。出るんですよ。出るんですよ。で、音楽聴いたりとかしてるじゃないですか。でサウナっていうか熱はね、当然熱い熱は上に行って、うんね、下は冷たいので、そうですね、下の方にこうボンと置いといて音だけかけて、なるほどね、とか、うん、どうするね、その iPad で動画を見たりとか、はい、なんかメール確認したりとか、そうですね、お仕事ね、ちょっとね若干したりとか、朝メール確認してとかしてます、うん、でもあれですよね、それって大事な時間っちゃ大事な時間ですよね。すごく集中もできるし、朝ですしと思いますね。朝って一番頭回るって言いますからね。そうですね。はい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 。うん。これして帰ってきてからですね。仕事終わってから。はい。もうやっぱり入る時は入る。え？朝だけしか入らない。基本。とりあえず今のところ。今のところ。はい。もう帰ってきたらもう。帰ってきたらだってビール飲むじゃないですか。うん。それで終わり。いち早くね。いち早くビール飲みたい。それで終わりということで。そうですね。なるほどね。夜は子供が一緒に寝ようって言ってくるんで。ああ、そっかそっか。そっちを優先ね。もう寝る時間子供なんですよ。もう9時半。ああ、自分もね。10時とかね。そうだよね。そうなっちゃうよね。寝るんで。なるほどね。俺10時に寝て。11、12、1、2、3。そうだよね。5時間寝たら起きるでしょ。起きますね。おじさんだもん。おじさんはもう5時間、6時間ペースですからね。だからまあで目覚めて、ああ、3時、そういうことになりますね。下手したらだって10時に寝てパッて目覚めたら11時半とかありますもんね。あ、まだ11時半。お家を建てる目的って人それぞれだとは思うんですけど、めっちゃ下向いてませんよ。いやいや大丈夫なんだよ、結構。大丈夫ですか。取られてくの。はい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 。そのね、お家を建てる目的って本当人それぞれですけど、僕はやっぱりそのなんだろうな、お家にいて楽しく過ごしたいというか、なんかね、家にいても家にいるより外に出てる方がいいなって思うんだったら。家建てなきゃいいじゃんと思うんで。ああ、なるほどね。そうそうそう。で、やっぱりほら家族がね、家族好きなんですよ。なんだかんだ言いながら大切にしたいなとやっぱ思うんで、子供とねいろんな話もしたいし、とか思ってます。サウナに入っていいことっていうのは、我々まあ低民にしてみたらわからないんですよ。低民ってどう？あ、低温民族ってことね。温度が低いってことね。ね、わかんないんですよ。いやいや、なんですかね。ね、サウナがねあることがね、なんか金かかんだろうみたいに思われるかもしれないですけど。いや、まあまあね。別にみたいな、いや趣味にね、お金かけたりするじゃないですか。言ったらね、旅行行きたいです、まあ半年に1回、夏冬旅行に行きますとかね、まあ春秋旅行に行きますとかっていう人だと、家族で行ったらどれぐらいかかるんですか。いや場所にも当然よるでしょうけど、いや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 、まあまあ行きますよね。20、30万も軽くかかるんですよね。230万、230万、まあ年間まあ鳴らして50万だとして3年我慢すれば立てちゃうよと、もうそれはもちろんできちゃうよということなんですね。ただ一つだけ今回の誤算は奥さんが入ってくれなかった。そう奥さん、私は知らんと。私はあなたの半分以上ために立てたつもりなんだけども、私は知らんと。クールだね。すっごい冷めてるね。そうなんす。そうなの。参っちゃったね。参っちゃうんすよ。ねえ。そもそもそこだったよね、今回のね。まあ災害とは全く関係ない話でね、これはもう個人的な話だよね、結局はね。うまくいかないね。うまくいかないね。うまくいかないね。なるほどね。そうかそうか。そうなんですよ。